はい、どうも、うみです。本日は、気になるあの子は名乗しがたいというゲームをやっていこうと思います。はい、このゲームはですね、クトゥルフ神話に出てくる神とか、まあ、人物と、恋愛していくっていうゲームで、はい、またね、そういう訳ありな女の子とね、恋をしていくっていう、もう私の大好物なゲームを見つけてきたので、今回はやっていこうと思います。もうめちゃくちゃ面白そう。もう早速やっていこうと思います。スタート。訳あり系めちゃくちゃハマってるからね。ニャルラトホテプ1。ニャルラトホテプ。もう私アニメにあるかわいいニャル子さんしか知らないけど、ニャルラトホテプ。もう全然クトゥルフ神話とかね、詳しくないんで。ご一緒してもいいですか？山奥で一人ソロキャンプをしていると、見知らぬ女性らしき人に話しかけられた。フードを深くかぶって、顔も見えないし、なんかちょっと変じゃないか？どうする？ほい。うわぁ、めちゃめちゃに怪しいですね。めちゃくちゃに怪しい。キャンプ場にこんな人いたらビビり散らかすよ。こんな座らせるテラス、まあ一旦ね、座らせて様子見した方がいいんじゃない？照らしたらさ、うぎゃーってなるよね。うん、はい。どうして逃げるんですか？ふと気になって近くのランタンで照らしてみたところ、そこには名乗しがたい異形の化け物が映っていた。俺は逃げようとしたが腰を抜かしてしまい、そのままその化け物に、ちょっと待って、どれ？これさっきこんな服着てて、これがニャルラトホテプ？怖ー、めちゃめちゃうねうねしてるじゃん。こんななの？めちゃくちゃに怖いんだけど。まあそうよね。なんかそういう神話系に出てくるものって結構見た目グロかったりするのかな。座らせる、はい。座らせて大丈夫？あ、でも照らさなければこの格好なんだね。これ美味しいですね。少し寒そうな感じがしたので、謎の女の子にコーヒーを入れてあげた。なんでこの顔だけ照らされてないんだろう。でも手とか普通だけどね。彼女は喜んでコーヒーを飲んだ。温まったようで、よかった、よかった、よかった。もう照らしてたらとんでもないことになってたって。ニャルラトホテプ2。はい。絶対に見ないでくださいね。彼女はテントを少し借りたいそうだったので、テントを貸してあげた。絶対見ないでと言われるとちょっと気になってしまうな。うん、これは男心くすぐられる。もういやらしい表情してるて。シルエットももう普通の人間だけどね。さっき違かったけど。じゃあ覗きましょう。あ、だよね。正解だよね。正解だったらどうしよう思った。怖い、怖い。怒るとこう覚醒するみたいな感じなのかな。さっきも勝手に照らしたから怒ったみたいな。見ましたね。あまりにも着替えに時間がかかっていたので、心配になってテントを開けてしまった。それが最後、テントの中には異形の怪物がいて、俺はそのまま精神をやられてしまった。こんな見たら精神やられるわな。怖いね。大きさも変わってるし、サイズも。じゃあ覗かない。はい、まあちょっとね、広告中にニャルラトホテプをね検索してきたら、クトゥルフ神話に登場する神らしいです。この子神なの？めちゃくちゃ可愛い。怒ったらとんでもなく怖いけど。もう今覗こうとしませんでしたか？少し気になってそーっと覗こうとすると、テントから女の子が顔を出してきた。あ、いいの？少し気になって結局そーっと覗いたの？すっごい美少女だった。ただ彼女は今家でなく、家でなからしく、家出中らしく、家出中かな。なんか感じが。しばらく家に泊めてあげることになった。家に泊めてあげる。テントを自分の家って言っちゃってるもん。かわいい。そんなにジロジロ見てどうしたんですか？家でかくまってしばらくしたとか。あ、家に帰ってきたんだ。彼女の体型、顔が安定していないことに気づいた。出会った時は高校生くらいだったのに、今は大人のお姉さんになっている。あ、姿形変えれるんだ。本当だ。すんごい、なんか谷間黒ずんでるけど。すんごい色が黒ずんでる。気にしない聞く。さっきの見た目も良かったけど、これも可愛いけどね。気にしない方がいいんじゃない？あんまり深入りしない方が。うん、はい。ごめんね、楽しかったよ。なんで？彼女は俺に手紙を残してどこかに旅立ってしまった。どうしても話せない秘密があるらしく、俺はそこにズケズケと入ってしまった。もうせっかく可愛い彼女候補、神、かっこ神だけど、彼女候補できたのに、神という名の彼女、やば、すご。じゃあ気にしない。はい。こんな気にしないでいいよ、もう可愛いから。
嬉しい。彼女と正式に付き合うことになった。すごい、すごいね。ちょっと気になるところがある彼女だけど、絶対に幸せにするから。いいよ、もうあんまズケズケ入らない方がいいからね。知らない方がね、幸せなこともあるから。ニャルラトホテプ4。あー、なんか怖くなかった今。ムソシンのヌスを怖いか。彼女と付き合って1年、今日は彼女にプロポーズをするために家に早く帰った。そこには異形の化け物がいた。どこか見覚えもあるけど、なんとかしないと。いやー、見覚えあるのこの池に。実際正解のパターンだとここが初対面だよね。もうニャルラトホテプ知ってたんだ、見た目。銃、指輪。指輪こっちじゃない、正解。銃はダメでしょ、どっから持ってきたその銃。怖いって。ごめん、驚かせちゃったね。驚いた俺は護身用に持っていた猟銃でその池を撃ってしまった。なんで持ってるの護身用に。連れ添った妻の正体もわからないまま、彼女は俺の腕で息を引き取った。連れ添った妻の妻、あ、もう妻になってたんだ。あれ、さっき選択肢で指輪今渡してなかった？あ、でももう結婚してたんだね。え、じゃあ指輪どうしちゃったんだろう、暴走しちゃったのかな。今蹴った。彼女の姿形なんて、関係ない。そのまま彼女にプロポーズし、幸せに日々を過ごしている。来月には子供も生まれる予定だ。すごい、妊娠した。元気な子が生まれるといいな。いや、素晴らしいですね。もうここら辺ね、ちょっとニャルラとホテプミがね出てるのかな。だけどね、そうやって、あの、外見ではね判断せずに、もうこの子自身を愛してるっていうことだよね。わあ、素敵な旦那さんにね。もう奥さんも素敵、元気な子供産んで、どう、神の子供生まれるんでしょ。すごい、どんな子なんだろう。クトゥルフ1。お、クトゥルフ。おい、俺は若手 IT 企業の社長。今日は所有するクルーザーで束の間の休暇を謳歌していた。あそこに何か見えるけど、あれは何だろうか。はい。あ、何こんな、こんなタコじゃない、緑色のタコだよ。無視する、引き上げる。まあ無視したら話終わっちゃうからね。はい、無視はダメ。うわー、こーわー、怖いんだけど。めっちゃ怖い。いや、いや、謎の掛け声が聞こえた後、急に天候が悪化。暗闇から大きなタコのような怪物が現れた。さっきの掛け声といい、クトゥルフに触れてしまったのかもしれない。そのまま、船ん、これ船、なんか漢字違う、船って読まないのかな、ごと飲み込まれてしまった。うわ、怖っ。なんかさ、こういう海の生物の巨大化したバージョンってなんかこう怖いよね。うわ、しかもここ爪あるし、タコにこんな刃あったら怖いな。じゃあ引き上げる。はい、かわいいな、めちゃくちゃこの引き上げられた。かわいい。あ、帽子、タコさん帽子かぶってるの、かわいい。ありがとう。ちょっと気になって引き上げると、なんと小さい女の子だった。頭にタコが乗っかって、言えて、乗っかって言えて、ちょっと不気味な感じもするけど、ちょっとわかんない、ここ、このまま放っておけない。はい、とりあえず家でかくまって警察に連絡することにして。警察に連絡して大丈夫？なんかね、なんか実験されたりしないかな。はい、危ない危ない。クトゥルフに、はい、暇、家に連れ帰ったはいいものの、ね、この子のをどうしようか。頭の上のタコは触れない、離れないようだし、どうすればいいかな。もうくっついちゃってるんだ。かわいい、ロリじゃん、ロリ。保護してもらう、育てる。まあ育てるんじゃない、保護だと危ないんじゃない。はい、一緒にいるの。まだ若く、結婚もしたことない、子供も育てたこともない俺には荷が重く、児童相談所に保護してもらった。これがこの子のためだよね。タコも一緒に泣いてる。なんか可愛い、マジで。すごい日常ほのぼの系アニメに出てきそうな感じの見た目。じゃあ育てる。はい、育てましょう、大事に。きれいきれい。育児はしたことないけど、普通の人のように生きていけるようにいろいろ教えたりした。素直な子で物覚えもよく、とても愛くるしい。子供ができたらこんな感じなのかな。かわいい、えらい、ちゃんとね、お皿洗いまでしてる。えら、めちゃくちゃえらいな。クトゥルフさん、はい。ねえ、私も自分と同じ年くらいの子供たちの入学式をテレビで見て興味津々のようだ。でもこの子は普通の子じゃないし、どうするのが幸せなんだろうか。幼女だもんね。入学式シーズン到来、部屋、帽子。
大丈夫かな。で帽子かぶでもぼうーんまあとりあえずこっち正解かな。はい、うんうん。いつになったらお外に出してくれるの。あー本性表し出してるで、あ早く早く外出さなきゃ。何これ、何のご飯こんなの食べてるの、なんかすんごいボリュームの肉だけど。いじめられたりしないかと思って彼女は家で育てることにした。その結果彼女はどんどんと畏敬の姿に。この子の願いは叶えてあげられないけど責任を持って育ててあげるからね。いやーまあね、その気持ちは絶対ねすごくわかるけどね。うん、だってこんなね頭のこれ取れないだろうし。でもこの子なら大丈夫、うん、きっと大丈夫。なんだってクトゥルフだからね。パパありがとう。帽子を外さないという条件付きで思い切って彼女を学校に通わせることにした。なんとしっかり周りの子供たちとも仲良くやれているようでよかった。パパって呼ばれてちょっと嬉しかった。確かにパパって呼ばれてる。えもう娘だよ、親子だよ、ここの二人は。え素晴らしい、いいですね。えでも帽子さ学校とかではさ外しなさいとか先生に言われそうだけど、まあそこは了承得てるのかな。はい、クトゥルフ4、はい、パパに紹介したい人がいるの。なぬ成長してる。ある日大学生くらいになった娘は家に怪しい男を連れてきた。結婚前提にお付き合いしているとのことだが、全身黒ずくめで顔も見えないし、どうしようか。なぬ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 、怪しすぎる、怪しさ満点しかない。ええどうする。握手する、帽子を取る失礼すぎん、さすがに初対面でこれは。はい、誰だこれも、なんか関係するのかな。あどういうこと、怪しかったので帽子を取って正体を暴こうとした途端男性は砂になって消えた。これも何、そういうかなんかクトゥルフ神話に出てくるやつなのかな。彼も人外の生物だったのだろうか。娘は守れたがとても悲しんでいた。これで本当に良かったのだろうか。いやーね、だって本当にね、あ好きで付き合ってたんでしょ。だったらそんな無理に引き離すのは良くないんじゃない。この人が悪い人だったらダメだけど。おじいちゃんですよ。娘が選んだ相手を信じて結婚を許した。しばらくして孫も生まれて晴れておじいちゃんだ。え、かわいい孫。頭にこの子もついてるね、タコ帽子。めっちゃかわいい。あの子の幸せを見届けれてよかった。うわー、おじいちゃんだ。主人公もね、出会った時は若かったのに、おじいちゃんになって。ね、こっちの子は成長して。うわー、いいですね。いいお話だ。結局この男は何者なんだろう。まあそこはね、深く追求しない方がいいんだろうけど。めちゃくちゃ気になるし、怖っ。